お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍を代表する主力戦車、97式中戦車について解説をする。太平洋戦争における帝国陸軍の戦車といえば、個人的には97式中戦車だな。97式中戦車を基礎に設計された戦車も含めると、帝国陸軍が最も多くの車両数を生産した戦車とも言われている。97式中戦車は、他の帝国陸軍の戦車と違わず、陸軍技術本部で開発に関する審議がスタートしたところから歴史が始まる。どのような戦車を新たに開発するかについて、陸軍技術本部では2つの考えが拮抗していた。1つ目の案は、以前に本チャンネルでも紹介した89式式中戦車を発展させた。歩兵支援を主眼とした重量級新戦車の開発構想だ。二つ目の案は、これも本チャンネルで紹介した帝国陸軍の機動戦車、9号式軽戦車を発展させた、機動型新戦車の開発だ。歩兵支援の戦車なのか、機動力重視の装甲部隊用の戦車かといった違いか。この開発構想の対立は、結構揉めたらしい。ヒトラーの電撃作戦の成功ぶりを考慮すれば、機動力重視の戦車こそ大事なんではないか。まだこの段階でヨーロッパでは戦争すら始まってないから、ドイツ第三帝国の機甲部隊が電撃戦を展開して世界をあっと言わせるのは、ちょっと先のことなんだよね。さらに、戦車の開発段階につきものの問題だが、この開発構想の対立には、戦車生産に使える予算をどうやりくりするかという問題も背景としてあった。陸軍の予算や人事を干渉する陸軍省としては、量より質を追求した戦車生産を基とし、重量級新戦車の開発構想を推していた。対して、陸軍の傭兵を司る参謀本部は、質より量を追求した戦車生産を要望し、一定の予算の枠内で車両数を稼げる。機動型新戦車の開発構想を推していた。傭兵を司る参謀本部が質より量を推してたの。そうは言っても参謀本部は、質の悪い戦車を許容していたわけではない。諸外国の戦車の性能を調べ上げて比較を行い、それらに遜色のない質の範囲で、量を稼げる戦車の生産を、という考え方だった。まあ合理的といえば合理的か。実際、満州事変など大陸戦線では、陸軍省の推す戦車構想の原型である89式中戦車が若干ポンコツぶりを発揮したのに対し、参謀本部の推す戦車構想の原型である9号式軽戦車が割と戦場で活躍していたという背景もある。参謀本部構想と陸軍省構想で勝負はどちらに？揉めた結果、勝負はつかなかったので、両方とも試作戦車を作ってみることになった。実際に両方作るところまでもつれたのか。帝国陸軍ではね、参謀本部と陸軍省の対立は結構多いんだよ。でも制度上、両機関とも、大元帥である天皇陛下に直属するという、現代の感覚からするとややこしいシステムだったから、一旦争い始めると収拾が難しい側面があったんだよね。ただし、参謀本部と陸軍省も、何が何でも相手方機関の構想を排斥してやるという強硬姿勢ではなく、客観的な実験データの比較も必要という姿勢だったので、両案に基づく試作戦車の製造というのが妥当な解決案だったかもね。というわけで、2種類の新戦車が試作されることになった。重量型戦車構想案の試作車は、砲塔に兵員2名を配置でき、車載機関銃も2挺。機動型戦車構想案の試作車は、砲塔に兵員1名を配置、車載機関銃は1挺のみで、その代わり軽量化が図られた。試作戦車はどっちが優秀だったのかな？試作戦車による性能実験は甲乙つけがたいものがあったらしい。しかし、参謀本部は質より量の構想を推していたものの、量より質の構想には陸軍省だけでなく、陸軍戦車学校も量より質の構想に賛同しており、参謀本部は孤軍奮闘気味だった。これに加え、日中戦争の勃発により、帝国陸軍の使える予算が、議会の共産風潮もあって膨張し、予算の枠内で数を稼ぐという発想がそもそも必要なくなったので、結局は数より質の構想で設計、試作された、伊波試作車が採用されることになる。軍部にとっては予算使い放題の時代到来だな。細かいこと言うと、軍部が使い放題になったのは、
単年度の一般会計じゃなくて特別会計なんだけどね。自派ってどういう意味？試作戦車は軍事機密なので、情報漏洩を予防するために付けられたコードネームだ。地っていうのは中戦車、派っていうのはイロハニホヘトで当該戦車の順番を表している。さて、ようやく正式採用となった地派試作車。後年の97式中戦車だが、特徴的なのはエンジンだろう？帝国陸軍は従前から機構部隊のディーゼルエンジンによる統一化を模索していたが、この戦車には、当該方針に基づき、ガソリンエンジンではなく空冷ディーゼルエンジンを採用している。軽油で走るね。また、水冷式ではなく空冷式エンジンが採用された理由としては、当時の帝国陸軍は一貫してソビエト連邦を仮想敵国とした戦略を有し、訓練、装備、兵器なども満州を舞台にソビエト連邦軍と海戦を展開する構想を持っていたので、寒冷地である満州での戦闘を想定し、凍結してエンジンが死んでしまう水冷式を避けたことが指摘される。この陸軍の対処方針は、海軍から、常に陸軍は北を向いている、と揶揄されるほどだった。海軍はアメリカを向いていたのかな？帝国陸軍内では、将来の陸軍を背負ってた立逸材と謳われた永田鉄山と、小畑敏四郎とが、ソ連を叩くのか蒋介石の国民党を叩くのかという議論はあったものの、やはり大陸、特に北方の寒冷地での戦闘を主眼にしていたことは否めない。実際、満州航空という満州で活躍した民間航空会社のパイロットも、満州での飛行機整備で最も気を使ったのは、液体の凍結対策だったと回想しているのも同じ系列の問題と言えるかもしれない。太平洋戦争では主に南の島嶼戦を強いられるわけだけど、この時点では北を睨んでいたんだね。さらに、当時の帝国陸軍の機構部隊では、指揮官用の車両など限定した車両にのみ無線機が備え付けられ、その他の車両は手旗信号などで通信をしていたんだが、97式中戦車では、標準装備として無線機が搭載されたんだ。97式中戦車の初陣は、ノモンハン事件だった。ノモンハン事件は、満蒙の国境線で勃発した日ソの局地的な武力紛争だ。ノモンハン事件って日本がソ連の機構部隊にやられた事件だよね。ノモンハン事件で日ソのどちらが戦果を上げたのかは学説も分かれているのでここでは詳細に立ち入らないが、97式中戦車を擁する日本の戦車連隊は、当時は世界でも珍しかった戦車による夜襲をソ連部隊に仕掛けるなどして、部隊単位では相応の戦果を上げていた。次第に損害が拡大したので、関東軍はとっておきの戦車部隊の早期壊滅を回避する意味もあり、早めに撤退させたけどね。その後も改良などを経て97式中戦車は2000両以上が生産された。太平洋戦争での必ずしも芳しくない運用結果もあり、評価は分かれるところだが、歩兵を支援し、時には歩兵の弾丸避け戦車となって歩兵を助け続けた戦車として、帝国陸軍を代表する戦車とは言えるだろう。さて、以上の通り97式中戦車の解説をしてきたが、戦車を中心にしたこの機構情報GOチャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田GOというチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報GOのチャンネル登録だけでなく、秋田GOもご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報GOと秋田GOのチャンネル登録をよろしくお願いします。